どうもマサックです。台風を無事切り抜けてやってきましたハワイでございます。こちらの動画ではハワイの5泊7日の Vlog の様子の前半をお届けしようかなと思いますんで、まあこれからハワイに行こうか悩んでる人ですとか、ハワイのおすすめスポットを見てみたいという人ですとか、ハワイに興味がある人にとって参考になれば幸いです。ぜひ、面白い楽しいと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。着きました。ハワイです。あいいね、かわいいね。完全にお坊ちゃん部屋だけど。調子乗ってますね。入国審査もなんとかで、ね、通過して、私の小学校時代から習っていた、クモン式英語が通用しましたので、ね、かましていこうと思いますよ。とりあえずまずウーバー行こうかね。ウーバーでワイキキ方面行きますか。空港の2階に着いて、で、2階からウーバーの乗り場があるそうなんで、ちょっと手配しましょう。ウーバーのピックアップ場所はこれ、空港の2階で、ロビー56。この横断歩道を渡ったところですね。ここに行きましょう。ウーバーで送ってもらい着きました。最初のホテル、ホワイトサンズホテル。かわいい。あーかわいい。あ、見てほら、オリジナルグッズ。あ、かわいい。かわいいね、 T シャツも。T シャツかわいい。 T シャツかわいいじゃん。ねえ、あ、かわいい。あ、すごい。かわいいじゃん。マグカップかわいい。マグカップかわいいね。うん、タツノオトシゴみたいな、うん、オレンジがやっぱ、ね、エントランスも可愛いし。わお、おう、最高だね、うん、まず私たちは日焼け止めを現地で買おうとしてるから、日焼け止めを買わないとまずい。買いに行きましょう。やっぱカラッてしてるね。そうだね、ね、ABC ストア、これ日焼け止め見ましょうか。見ましょう。こんなクリスタルカイザーでっけえの初めてだ、おら。ほんまもんのレッドブルかな、ここら辺。強そう。ね。ああ、日焼け止めだ。俺にもくれ。やっと日焼け止め。俺にも日焼け止めくれ。おー、日焼け止めだ。サンキュー。よし、日焼け対策バッチリなんで、ジュースを飲みに行きましょう。ジュース、ジュース。ジャンバジュース。スタバの横によくあると言われているそうで、教えてもらった場所です。ちょっとここでジュース飲もうかな。Can I have a strawberry sapphire?ストロベリーワイン。What size? Small. Yes. That's your opinion. うわー、たっぷりじゃん。いただきます。乾杯。うん。うん。いちご。アイス、アイスだ。いちごのアイスみたいな、これは元気が出そうだね。インターナショナルマーケットプレイス。ここに楽天カードラウンジがあるんで、ちょっと寄ってみましょうか。かわいいね。日本語めっちゃ書いてある。本当だ。100店舗入ってんだ。ね、わー、この木すごい。すごい。なんか日本人も増えてきたね。ね、増えてきたね。ハワイのイソップ。ハワイのイソップを取る妻。ハワイ。中庭がありまして、ここでショーとかやるんだろうね。ね、謎の銅像が。で、楽天カードラウンジが。ラウンジではマッサージチェアとか、なんかドリンク、コーヒーとかお水とかが飲めたりとか、トイレ使えたりとか、あと荷物の預かりとかができるそうです。結構広くて涼しくて、まあ日本の人ばっかりなんで安心感はあるかなって感じですかね。爆睡でしたね。でもすっごいスッキリした。だいぶスッキリしたね、うん、そしてお昼ご飯行きましょう。行きましょう、うん、バス乗りましょう。乗りましょう。俺に乗ります。目的地着いたらこの紐を引っ張る。そうだそうだそうだ。ここボタンがあるって言ってた。え、紐がいいよね。いた。おお、うわ、ハトいっぱい。あ、着きました。うわ、ハト、ハトだ、すごい。ちょっとお昼を食べに行きましょう。やったー。月あらば日陰、ヨーグルストーリー、ヨーグルストーリー、やったね。やった、これ長い。入ってみよう。このヨーグルストーリーはこのウベパンケーキっていう紫色のパンケーキが有名らしい。私たちはエッグベネディクトを食べる。あとロコモコ。ロコモコか。なんか全部美味しいらしいんだよ。でっか。でっかいね。エッグベネディクト。やばい。でか。ロコモコもでっか。最高。いただきましょう。いただきましょう。ハッシュドポテト。いただきます。
おぉ、あぁ、うめぇ、大好きなやつ、大好きなやつだ、うまっ。エッグベネディクトはもうね、なんか角煮みたいだよね、つやつや、うん、すごいでかい、こっからここまで。おいしい、いただきます。うまい、うまっ、優しい、優しい、思った以上に優しい味、うん、甘じょっぱ、うまっ。でもノコノコとじゃあ味似てるかも、ノコノコも優しい感じ、ほんと、おいしいね、やっとちゃんとしたご飯、ほんとよかった。うん、優しい、おいしい。でもちょっとしたしょっぱさ欲しいなって時はこのハッシュドポテト、うんうん、ロコモコ、おうまっ、うまいよね、こっちも優しくない、うまい、おいしい、うん、その絶妙な優しさいいよ、うん、お腹いっぱいですね。ねー、美味しかったね。美味しかった、うん、個人的に一番うまかったのはまさかのハッシュドポテトマジ、塩加減が最高に良かった ね、渡る、そうだね、あれ渡りましょう、うん、アラモアナセンター見つけました、うん、ここで多分ショーとかやるんだろうね。ねー、すごいでっかいね、やっぱ立派だ、ね、タイのビッグシーとか思い出す、こんな感じだったっけ、 でっかいそうモールみたいな、確かに、ね、ちょっとブラブラしましょうか、まあ、基本的ななんかね、ブランド好きな人の買い物はここで済むと、うん、そしておそらく私たちの体力はもうまた限界に近づいてきてる、一回ゆっくりしたいね、うん、ちょっとホテルに戻ろうと思います。無事ホテルに戻ってきました。これからチェックインします。着きました。かわいいね、お部屋、ルームツアーしますか。これが見たかったんですよ。これなんかベッドボードみたいなやつ。これベッドボード。わかんない、名前わかんないけど、多分ベッドボード。ベッドボード。わかんないけど。何の機能があるのこれ。なんか頭ぶつけても痛くないですかね。わかんないけど。どんな寝相なの。何もわかりませんけど。いいですね。あ、綺麗ですね。かわいい。かわいいね、タイルもこれ。かわいい。いいじゃん。これは？あ、金庫。バスローブとかね。うん、ああ、ね、貴重品ね。うんうん。アイロンもある。アメニティも可愛いし。本当だ、うん。向いてあるんだ。トイレが尋常じゃなくちっちゃい、ベッド。本当だ。日本人向け。あ、お風呂がシャワーです。あ、ここシャワールーム。うん。はい。水圧チェックします。つけます。つけてみる一回。あ、強い。大丈夫だ。強いぞ。全然大丈夫。やったね。よかったね。よかったね。うん。可愛い。そしてそして。こっちですね、はい、うん、これ気をつけないとぶつかりそうですね、確かにこれね、ちょっと天井低いから気をつけよう、かわいい、かわいいじゃん、ここでちょっと休んだりとかね、こっちも丸くてかわいいじゃん、かわいい、冷蔵庫もある、電子レンジ、冷蔵庫もあって、おお、いいですね、何でも入る、ポットもあって、電気ポット、うん、シンクかわいい、かわいいじゃん、いいじゃん、そしてそしてここですね、テラスになってるよ、おお、すごいね、めっちゃいいじゃん、いいね、おお、最高、最高だね、いいじゃん、いいね、しかも今音楽すごい聞こえてるけど、扉、窓ガラスあれだな、結構確かに、うん、防音が良さそう、いや、よかったよかった、うん、じゃあここで一回休憩しましょうか、休憩しましょう、ね、さあ、こちらがホワイトサンズホテルのプールになります。今から飛び込もうと思います。飛び込みはしないか、入ろうと思います。気持ちいい、最高すぎる、足つかだ、足つかない、足つかない、
足つかない足つかないよ。シャイニング味のある廊下です。ホテルで人泳ぎしたんで、ちょっとその勢いのままワイキキビーチに行こうと思います。ワイキキビーチを見てようやくハワイだっていうのを、ね、120% 感じられる気がするんで。まだ疑ってるから、まだ疑ってるからね、うん、船橋のララポート東京ビーなんじゃないかと疑ってるからね、まだそう考えるとめっちゃ似てますよ。いや似てるよね、確かにあれすごいよね、じゃあデザインの色もさ確かにね。ちょっと行ってみようかなと思います、ワイキキビーチ。めちゃめちゃかっこいいじゃないの。ここに泊まれるってテンション高いっすね。楽しみだな。すごいよ。いやー、うわすっげー、すげえ、人もすげえ、うわ綺麗、うわマジでハワイなんだ、うわすげえ、全然みんな入ってんじゃん、うわ綺麗、最高、うわ、そしてほらダイヤモンドヘッドが奥にございます、最高です、うわ足行っちゃいましょうか。うわうわうわ気持ちいい気持ちいい、めちゃめちゃ準備してるうわ気持ちいい、最高、いや最高ですね、最高だ、温かなる、あ、やばいやばい、結構温かなる、オーイエー言ってる、どっかの国の誰かもオーイエー言ってるよ、最高だ、来れると思わなかった、あー気持ちいい、よかったよかった、これでありがとうございます、いやー気持ちいい、素敵だよ、ほらいいね、わーすごい、ハイアットリージェンシー内にあるハイコーヒーハワイでちょっと休憩、俺のクモン式英会話でした、 Can I get カイラテ and cold brew? カイラテ you want an ice or hot? アイスで smoke yeah and we're adding cold brew is americano okay? americano okay, okay. americano okay. 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 thank you1152 please. Yes. Thank you. カイラテはココナッツラテらしい。あ、そうなんだ。でもこっちのだ。Thank you. Thank you. Yeah, yeah. いただきます。えい。おお、美味しい。美味しい。うん、すごいあっさりしてる。なんかあのオニバスコーヒーっぽい。うん、そうだね、浅入りだね。まあ、本当だ。あ、最高いい、甘い。ね、ココナッツのほんわりした感じの。美味しいね、でもこれ朝とかに良さそう、うん、だいぶ体力の限界が近づいてきたのでスーパーに行って帰ります、もうホテルにね、いやめっちゃ楽しんだね、でもね明日はレンタカー借りてハワイ一周だ、ロースとは地味に結構料理で楽しみ、確かにね、なんかすぎじゃん、自然多くて多分そうだね、まあ安全運転で行きましょう、ではスーパーに移動します、ワイキキマーケットホップでかいね、ハワイの成城石井、アボカドロールみたいな、うわーうまそう、かわいすぎる、かわいい、肉薄薄い、あれこれ太い、本当だ、いいね、
おにぎりもあります。かわいい。マラサダ食べちゃおうかな。美味しそう。あ、オッケー。地元のお弁当みたいな感じで美味しそうだね。こいつかわいくない？かわいい。顔の横に置かれて、かわいい。かわいい。こいつめっちゃいい。マラサダマイクだ。バニラ。渾身のバニラが出た。バニラ。マラサダとなんかカリフォルニアロールみたいな、うん。よーし。買い物終わったんでホテルに戻ってホテルで食べましょう。最高だ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。いただきます。すいません、すごい大変。手掴みで行かせていただきます。あ、崩れちゃった。お箸不足。うまい。うまい。うん、よかった。え、今の何？うまいのこれ。サーモンかな。サーモン。じゃあこっち側行こう。うまい。ね、美味しいよね、うん、サーモンが。僕レインボーロールってやつ。うん、うまっ。ちょうどいい。今日一美味しい。今日一うまいかもしれない。おいしい。ロコモコもエッグベネディクトもね、確かに美味しかったけど、これ今日一だね。期待値を超えてくるまさ、これだわ。うん。魚って強えな。うん、ちょい時差ボケありつつ機内であんまり眠れなくて、うん、そのままブラブラして、ね、ホテルチェックインしてプールで泳いで散歩して、そりゃ疲れるわね。よくそこまでできたよね。ほ、うんと全力って感じ、うん、うわー、初めてかも。マラソンだ。うん、お、うん、揚げパンだ。揚げパンよりももちもちしてるね、うんうん、ドーナツでもないね。でもね、うん、不思議。美味しい。ずっとハワイ行ったら絶対マラサダ食べるんだって中学生ぐらいの時から言って。だいぶ前だね、うん。じゃあまたちょっとね、明日、明後日ちゃんとしたところで食べようね。うん。スーパーのマラサダだから。いや、本当。まあでも、ね、スーパーでも開けてくれてたからね、これ。うん。いやー、もう今日はデコを吐き散らかしていますし、もう肉体と精神の限界が来ているので、楽しかったですね。ああ明日は。シャキッとコーンの CM じゃないんですよ。トウモロコシじゃないですよ。似てるの。似てるね。さっきそんな話しやる。明日はレンタカーを借りて、ちょっとハワイ一周してこようと思います。それではまた明日。はい、ということで思った以上に1日目の動画がめちゃくちゃ長くなってしまったので、2日目以降はすいませんが小分けにして動画にしようと思いますので、ぜひそちらも楽しみに待っていてくれればと思います。いろんなとこ行ってきたのでぜひ参考になれば幸いです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。